鉄道,鉄道。鉄道、鉄道、とは、等間隔に設置された2本の鉄製の機場、レール、またはそれに代わるものを案内路として、車輪を有する車両が走行する交通機関である。線路、停車場などの施設、旅客や貨物を輸送する列車、運行管理や信号保安まで様々な要素で構成される一連の体系である。広い意味では、レール。 案内機場などの案内路に誘導されて走行する車両を用いた交通機関を指し、懸水式、小座式のモノレール、案内機場式の AGT、新交通システム、工作鉄道、ケーブルカー、浮上式鉄道を含む。日本では鉄道事業法の許可、または軌動法の特許を得て付設される。トロリーバス、無機場電車は、架線が張られたルートを終電装置。 トロリーにより、終電した電気を動力として走行するバスであるが、鉄道事業法に基づく鉄道、または、軌道法上の、軌道に準ずる軌道として扱われる。ロープウェイも、鉄道事業法、または、軌道法の対象であるが、作動という扱いとなる。なお、本校では、鉄製レールの案内路を有する鉄道について、解説する。日本語の、 鉄道という交通機関を示す語は、福沢諭吉によるものとされている。ただし、非常という意味での、鉄道は、福沢以前に、えぎわぎ水や横井昌南による使用例がある。英語では、レールロード、アメリカ、または、レイルワイ、イギリスといい案内路の材質を問わないが、ドイツ語のアイゼンバーン、フランス語のシャモンで、ェア、中国語の鉄路などをはじめ、 数多くの言語で、鉄の道、道という表現をするように、鉄道はもともと鉄製レールの案内路を有するシステムであった。この形態は、鉄道事業法に基づく、国土交通省令である、鉄道事業法施行規則において、普通鉄道と分類され、新幹線、地下鉄道を含む多くの鉄道がこの形態である。また、英語でトランウェイと呼ばれる、路面電車も、 同じ形態であるが、日本の法律では、軌道法により管轄され、鉄道ではなく、軌道と区分される。しかし、例外が多く、鉄道と軌道の境界は曖昧である。鉄道は、自然環境への負荷が、比較的、少なく、大量輸送に向き、定時性や安全性に優れるという特徴を有する。また専用の鉄軌道上で、案内されて運転される、特性上。 多数の車両を連結して一括運転できる。このため、一度に大量の旅客や貨物を運送できる。軌道や車輪に鉄を使用しているため、走行時に鉄同士が触れ合うことになるが、この際の走行抵抗は極めて小さい。鉄製の車輪は自動車に用いられるゴムタイヤと比べると変形量が小さい目である。また、それゆえ要する動力も、その重さの割には、 小さくできる。例えば国鉄115系、電車重量編成の質量は400トン、出力は2 8 8 0ットで、1トンあたり7キロワットとなる。自動車と比較すると、乗用車のカローラの質量は1 4 0 0ラム、出力は8 2ットで、1トンあたり5 8ットとなる。以上の計算から、国鉄115系電車が1トンあたりで要する。 出力はカローラの8分の1以下である。そのため、鉄道は船と並んでエネルギー効率の良い大量輸送システムと言える。鉄道は、その走行抵抗の少なさなどのため、単位輸送量あたりのエネルギー消費は自動車や航空機よりはるかに少ない。によれば、一定の距離で一定の人数を輸送するために要するエネルギー量は、日本の国鉄の鉄道を基準にすると、 バスはその1.8倍、乗用車は5.3倍、航空機は8.8倍であった。また、貨物の場合、船は0.8倍、トラックは2.8倍であった。さらに、電車や電気機関車の場合、発電機や電動機のエネルギー変換効率が来年期間よりはるかに高いので、従って地球温暖化の原因となる二酸化炭素の単位。 輸送ああたりの排出量が少ない交通機関でるると言える鉄道は安全性が高い交通手段であると言える。統計的なデータから見ると、日本での鉄道の利用者の死亡率は、自動車事故の550分の1であり、極端に少ない。詳しくは、鉄道の安全性の項で口実。鉄車輪と鉄軌道との摩擦力が小さいという理由により、 自動車ほど急勾配を上り下りすることができない。自動車の勾配は立体駐車場などの位置、6、水平に6メートル進むと1メートル高くなるが最急だと言われるが、鉄道では25パーミル程度が常用の限度とされている。より急な線区も存在する。例えば、箱根登山鉄道には80パーミル勾配が存在するが、その場合建設や運転に不利になる。 そのため、山岳などの障害物を迂回したり、トンネル屈削による障害物回避、あるいはループ線やスイッチバックを設置するなどを行う必要がある。また、これらの対策でもどうにもならない急勾配はラックレール等を用いることで対処する場合もある。ただし最近では、アイスさんなど一部の高性能車両は連続四十パーミル勾配路線を時速キロメートルにて、 そう可能であり、高性能車両を用いることで、トンネル屈削などの投資を抑えることが可能となりつつ、あるが一般的ではない。また摩擦力、粘着力によって加速度を得ることが自動車に比べて難しく、急加速、急減速が困難である。そして、速度自体も時速 500km 前後が限界だと考えられているし、実用速度は さらに低く時速 300km 前後である。この限界を突破するために浮上走行が考案されたが、その一つがリニアモーターカーである。急減速が効かない欠点に対しては線路を一定区間に区切り、一つの区間に同時に2本以上の列車を入れない閉塞という概念、設備を導入して列車同士の衝突事故を防いでいる。ブレーキの改良も進められている。 また、鉄道は曲線にも弱い。曲線では遠心力が働くが、遠心力により横からの力に対して鉄道は自動車より弱い。よって、鉄道と自動車が同じ大きさの曲線を通過する際には、鉄道の通過速度を自動車よりずっと小さくする必要が生じる。この欠点を小さくしようとすれば、曲線を緩くする以外に方法はない。 自由自在に走行できる道路交通とは違い、レールの上しか走行できないという制約があるため、わずかな障害によって、広範囲で正常運転ができなくなることが多い。人身事故が発生すると、多くの列車に影響が出る。また、土砂災害や地震など、自然災害を受けると復旧までに、かなりの時間を要し、迂回路がない場合、バスなどの代替輸送に頼らざるを得ない。 強風にも弱く、強風のため長時間運行が停止されることもしばしば発生する。逆に積雪の際に自動車よりも安全に運行できる鉄道は、地域によっては冬場に市民の貴重な足となる。ただし積雪に慣れていない地域ではこの限りではない。鉄道は建設と維持に莫大な費用を必要とし、特に地方では採算性が低くなりやすい。それでも、 鉄道の維持を選択する場合は、公的資金の投入が必要となることがある。一例を挙げると、2011年7月の豪雨災害で不通となった JR 東日本、ただみ線合図川口ただみ間は、線路などを地元自治体が所有する上下分離方式を採用して復旧することが決定した。復旧に最新沿線市町村と福島県は、復旧費を 約54億円負担し、復旧後は沿線市町村と福島県が年間運営費として約2億1000万円負担することになると見積もられている。線路の上を列車が走行し、定められた駅に停車するというものである。線路は地上に付設されていることが多いが、都市部や地形に制約のある場所、 また高速走行を行うための路線では地下や高架に路線を付設している。特に地下に付設される路線は地下鉄と呼ぶ。軌道は2本のレールを枕木の上に平行に付設したものであり、システムによっては3本以上のレールを用いる。レールと枕木はバラストと呼ばれる砂利やコンクリート製の銅床によって支えられる。特に銅床に砂利を用いたものを バラスト軌道と呼ぶ。コンクリート製のものでは、道床と枕木の機能が一体化したスラブ軌道や、コンクリート製の基礎にレールを直結し枕木を省略した形態も損する。鉄道駅は、人が列車に乗り降りしたり、貨物を列車に積み込む場所である。プラットホームと駅舎から構成され、貨物駅であれば、さらに貨物ターミナルから構成される。プラットホーム、 線路の位置から地上駅、高架駅、地下駅に分類できる。鉄道と道路が平面的に交差する場所には踏切が設置される。日本では踏切の通行は鉄道に優先権があり、道路交通を遮断することとなる。列車運行本数が多い場合は、遮断時間が長くなり、交通渋滞の原因となり、甚だしい場合には開かずの踏切が生まれる。 踏切を解消するため、連続立体交差事業が進められている。鉄道の車両を動力源によって分類した場合、蒸気機関で走行する車両として、蒸気機関車、その他の内燃機関で走行する車両として、機動車、ディーゼル機関車、電気によって走行する車両として、電車、電気機関車がある。鉄道の特徴として、多数の車両を連結することが可能であり、 人員、物資の大量輸送が可能である。鉄道は排出される二酸化炭素が少ない。東京大阪の旅客輸送について、鉄道と自動車一人当たりの二酸化炭素、排出量を試算すると、鉄道は自動車の6分の1であると報告されている。蒸気機関車の倍煙がかつては大きな問題であったが、すでにほとんど淘汰されている。2006年頃からは、 自動車用エンジンの技術を用いた、抵抗外型エンジンを搭載した機動車も、登場するようになってきている。また、電化鉄道では一時エネルギーを問わないため、新エネルギー、クリーンエネルギーの切り替えも可能である。非電化鉄道であっても、汚染されうる空間が、軌道の周辺域に抑制されるため、対策は、比較的容易である。鉄道車両は、 異なる機関の区間に乗り入れることが困難である。機関を切り替える手法としては、まず境界駅で台車を交換する方法がある。この方法は、後期の急走連携と、これに接する標準機の中国や、東、ヨーロッパを直通する列車などで採用されている。しかし、この方法では、電車や、機関車など、モーターを持つ台車の取り替えはできず、また作業のため、 国境駅で3時間以上待たなくてはいけないなどの問題がある。また、スペインのタルゴ、アルビアで特殊な設備を用いて乗客を乗せたマジ国の 1668mm と周辺他国の 1435mm を切り替える方法が実用化されている。また、日本では乗客を乗せたまま期間切り替え可能なフリーゲージトレインの実用化試験が行われている。 他にも、異なる路線の鉄道車両の乗り入れが困難である場合が存在する。建築限界や車両限界が路線によって異なる場合も乗り入れの障害となる。例としては、車両限界の大きい新幹線と車両限界の小さい在来線を改め期した区間を直通するミニ新幹線のように在来線の車両サイズで作らざるを得なくなる。直流、交流といった 電気方式が区間によって異なる場合には直通するためには制作コストの高い双方の電気方式に対応した車両を使用するか、機関車を付け替えるなどの必要が生じるが、電気方式が同じでも電圧が区間によって異なる場合は、副電圧方式の車両が必要となる。鉄道の中には単に線路と列車と駅により構成されているだけにとどまらず、 変電所や指令所などを備えるものがある。電車は電力で走ることから線路と並行して電線路が付設され、それに伴い鉄道変電所や電源の管理する施設が備えられている。また複雑化した鉄道ネットワークにおいては過密なダイヤや突発的な事故に対応するため一箇所で集中的に列車の管理を行うこともある。鉄道の運営を行う。 鉄道事業者は民間企業によるものと国や特殊法人、地方公共団体が行うものなどがある。なお、日本においては日本国有鉄道の分割民営化と低都高速度交通営団、営団地下鉄の特殊会社化に伴い、いわゆる国営の鉄道事業者は現存しない。ただし、日本国有鉄道の事業を継承した JR グループのうち北海道旅客鉄道、 JR 北海道、四国旅客鉄道、JR 四国、日本貨物鉄道、JR 貨物、及び帝都高速度交通営団の事業を継承した東京地下鉄、東京メトロについては国や独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構が一部、または全部の株式を保有しているしたがって、現在の日本国政府が鉄道事業の経営に、 全く関与していないわけではない。鉄道は、線路、駅などのインフラストラクチャーに対する投資コストが大きく、固定比率が大きいことから、損益分岐点が高く、黒字となるには一定以上の輸送量を、利用客数が必要となる。このため、欧米では、鉄道は公共材であり、また一度なくなると元に戻すことは難しいことから、赤字は基本である。 日本政策投資銀行、浅い工事という認識であるとの紹介がある。また、相当な利益を上げないと既存路線の高速化や、自動列車保安装置設置、駅のバリアフリー化や、ホームドア設置、パークライド用駐車場設置などの、鉄道サービスや安全性向上も困難である。減少の背景には、日本の人口構成が関わっている。 鉄道利用者の中心は通学利用者と通勤利用者であるが人口構成上学生は卒業する年代の人口よりも入学する年代の人口が少なく社会人も退職する年代の人口よりも新規に就職する世代の人口が少ない状況にあるため両者は今後長期間にわたり減少する仕組みになっている減少の要因として他には 鉄道事業者の経営努力不足、モータリゼーション、列車から自動車へのシフトや、変わったところでは、地球温暖化、冬の気温が上がることで降雪が少なくなり、車が使用しやすくなるといったものもある。上実した内容は、日本全体の話であるが、ローカル線の利用者数をめぐる環境は、特に厳しい。採算が取れない場合、路線や駅の存続問題が発生する。 対応策として赤字が続く鉄道を廃止したり、第三セクター鉄道に転換することがある。鉄道の乗車には切符などの乗車券、または乗車カードを必要とする。運賃を支払うことでこれらを入手することができ、乗車券を得られるが、車内で生産する仕組みをとっている鉄道もある。鉄道は専用の軌道を有しているため、定時性に優れる。 路面電車のように道路上を走行する併用軌道を除けば基本的に専用の走行路を使用するので定時運行を確保しやすい。定められた時刻通りに列車を運行することは鉄道事業の出発点である。特に自動車や飛行機などの代替輸送機関が発達した先進国地域では遅れのひどい鉄道からは利用者が去っていってしまう。 ちなみに1999年度の JR 東日本の数字によれば、新幹線の95%と在来線の87%が帝国、遅延1分未満に発着している。ただし、故障や災害等で事故が発生すると、事故現場の回避や追い越しができないため、長時間にわたって普通になる場合がある。台風、地震など、自然災害により、普通になると、 その影響が広範囲にわたるなど、脆弱な面もある。自動車が、事故車線や現場を回避できたり、途中経路の天候が悪くても離陸、着陸地点の天候に問題がなければ航行が、可能な飛行機とは対照的である。また、踏切事故や人身事故、強風などの影響で長時間運行が停止することも、多い。鉄道事故の発生する確率は、他の交通機関よりも低い。 ある統計によれば、鉄道事故による利用客の死亡率は、自動車の545分の1、航空機の104分の1であるという。鉄道が自動車より安全であることの理由として、次のようなことが挙げられる。鉄道事故の多くは、道路交通と平面交差する踏切や、利用客と鉄道との接点である駅のホーム、急カーブ、単線で発生している。 これらの事故に対して、踏切では、立体交差化、駅のプラットホームでは、ホームドアの設置、カーブでは、カントの設置及び、カント量の上限を超えない、範囲内での引き上げや、脱線防止ガード設置、鉄道路線全般では、自動列車保安装置の装備といった防止措置が取られる。鉄道は、飛行機、船と同様、一度に大量の人員を輸送できるゆえに、 一度事故になると大惨事になりうる。鉄道車両や鉄道施設に関しての学問として鉄道工学がある。新たな技術としてデュアルモードビークル、DMV などがある。著者、弊社の五重音順。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。